究極幻想大学生徒の元井です。辞書に頼らずアルベド語を習得していくアルベド語フィールドワーク第4回やっていきましょう。前回ですね、ここの未編セッションの周辺にいるアルベド族からアルベド語を回収したあたりで終わったんですけれども、実はですね、ここから先アルベド語がほとんど出てこないんですよね。まあ、というのも未編セッションで大量のアルベド族が死んでしまうというのもあって、ここからしばらくアルベド族がかそってるんですよね。まあ、そんな文句を言っててもしょうがないので、まあ、早速真のこけらギー戦に入っていきたいんですが、まあ、バトルではね、当然アルベド語は一切出てこないんで、まあ、真のこけらギーを倒すところまでカットしちゃいましょう。はい、ということで未編セッションが終わってで、まあ、長い長いムービーも全部カットしてしまいました。本当はね、未編セッションのムービー私大好きなんで動画に載せたいんですけど、あの長いムービーを載せちゃうと多分今回アルベド族全く出てこないので動画の8割ぐらいがムービーになっちゃうかもしれないんで、まあ泣く泣くカットしました。まあ、でも何回見てもあの未編セッションのムービーよくできてて素晴らしいですね。元々のアルベド語の企画に戻ると、このジョゼ街道ではものすごく意地悪な位置にアルベド語の辞書があるので、これを忘れずに回収しておきましょう。まあ、ザコとのバトルは、まあ、正直どうでもいいんで早送りです。このでっかいトゲの裏にアルベド語の辞書第11巻が落ちてます。これすっごい忘れがちですよね、見えないところにあるんで。これでハヒフを覚えるんですけど、まあ、これは全部学習済みなんであんまり意味ないですが、必ず回収しておきましょう。はい、でこの後はジョゼ寺院に行くんですけど、まあ寺院にはね当然アルベド族は一人もいないので、ちょっと残念ですけど寺院は丸々カットして原稿画まで行っちゃいましょう。はい、ということでプレイ時間にして30分ほどカットしてしまいました。皆さんお久しぶりです。原稿画までたどり着きました。とは言っても原稿画にもまだアルベド族はいないんですよね。本当に未編セッション後この世界からアルベド族消えてしまったんじゃないかっていうぐらいアルベド族がいなくて、まあ、このプレイングにおいてものすごく虚無な時間が流れてるんですが、まあ、とはいえねカット続きでちょっとストーリーが置いてけぼろになってしまうというのもちょっと残念なので、この辺でちょっとストーリーをおさらいするために、この先にいるロンゾ族のヴィランと遠景のイベントはちょっと見ておきたいかなと思います。はい、この先にいるロンゾ族がヴィランとエンケですね。見ろ、決まりの仲間だ。よく似ている。どこが？どちらも召喚士を追いかける。角なしの小さいやつ。角なし、角なし。キマリをあざけりに来たか。違う、小さなキマリに忠告に来た。召喚士が消え帰らない。次はキマリの召喚士の番だ。哀れなキマリ、角をなくし召喚士もなくす。惨めなキマリ、一人で泣き叫べ。あいつらさ、キマリに恨みでもあんのか。じゃあただの嫌がらせ。いつかケリをつける。いつでも手伝うからな。キマリ一人で。キマリの問題だ。俺たちは黙って見てるのが礼儀ってもんだ。気になるわね。ロンゾ族の問題はロンゾが解決する。昔からのしきたりだろ。そうじゃなくて、召喚士が消えるってこと。突然消えるわけでもあるまい。ま、ガードがしっかりしてれば大丈夫ってことだ。おお。言うわね。ヴィランと遠景から召喚士が消える噂があるという話を聞けるんですが、まあ、何はともあれ今の BGM いいですよね。まあ、極北の民っていう名前の曲なんですけど、まあ、ヴィランと遠景が出てくるところとか、あとまあガガゼ登山とかでも流れてる曲で、この曲すごい好きなんですよね。ということでちょっと立ち止まっちゃいました。はい、こういう無駄話をしてないと本当にアルベド族がいなくてこの企画が全く進まないので、まあ、ちょっと
脇道にそれちゃったんですけど、次にですね、このアルベド族に関わるイベントがあるのは、実は原稿が渡った先にあるアルベド語の辞書まで何にもないんですね。まあ、一応その前にアルベド族であるリュックがメンバーに加入するっていうイベントがあるので、まあ、そこまでカットしちゃいましょう。ちょっと勘違いしてたんですが、リュックの加入よりも前にここにアルベド語の辞書第12巻がありました。まあ、これは原稿画の北岸なんですが、シパーフから降りたところにあります。まあ、これも学習済みなんであまり意味はないですが、必ず回収しておきましょう。そしていよいよリュックが加入するんですが、一回アイテムを取って、この次のマップにいる倒れている少女に近づきましょう。死んでる？うわっ！あっ！よっと。え？あ、よっしゃった。よっと。ああ、死ぬかと思った。あ、リュック。リュックだよな。おお、無事だったんだな。元気だったか？全。顔色悪いな。なんかあったのか？君にやられたの。え？あ、さっきの機械。あの中にいたのか。そ、もうめちゃめちゃ痛かった。ひどいよね、もう。でもさ、そっちが襲ってきたんだろ？ちっ、ガウ、深い事情があるんだよ。おい、知り合いか？まあそんな感じ。どうも、リュックです。ほら、ユーナとルールにはルカで話したよな。リサイドに流れ着く前に俺が世話になった、ああ、そりゃお前恩人だろ。会えてよかったよな。まったくエボンの賜物だ。で、リュック倒れてたみたいだけど怪我ないか？若、ちょっと待って。ん？なんだよ。ちょっと話したいんだけど。おお、話せよ。女子だけで話し合いです。男子は待っててください。そうね、そうしましょう。アーロンさん、リュックを私のガードにしたいんですけど。顔を上げろ。顔を見せろ。あ、いいよ。目を開けろ。やはりな。ダメ？覚悟はいいのか？当たり前です。というわけでいいんだよね。ユーナが望むなら。私はぜひ。リュックはいい子だよ。俺も世話になったし。そうだな、にぎやかになっていいかもな。そうそう、じゃあ私はにぎやか担当ってことで。不思議だった、ワッカはあんなにアルベド族が嫌いなのに。よろしくお願いします。リュックがアルベド族だって気づかなかった。ということで、アルベド族のリュックがメンバーに加入しました。とは言ってもリュックはアルベド族であることを隠してるので、アルベド語全く喋ってくれないんですよね。あんまり意味ない、嬉しくないですね。まあ、ただリュックの好感度を上げておくと、中身なんだろう。
あるイベントでね、リュックがアルベド語を喋ってくれるので、まあそのためにリュックの好感度を上げておく必要があります。はい、ということでここからリュックの好感度を上げるためにリュックを薬漬けにしていきます。とにかく T だからリュックに向かってポーションを使いまくるということをやっていきます。はい、ということでポーションを使い切るまでリュックを薬漬けにしてみました。死にたいの。まあ一旦このぐらいにしてイベント進めちゃいましょうか。はい、ということでグアドサラムのあれこれもバッサリカットして、今異界から出てきたところですね。でここでメンバーに近づいていった時のイベントがリュックの好感度によって変化します。シーモア様に会ってきますね。ユーナ、ディスカルのことはグアドの問題だ。お前が気にすることはない。あれ、ルールになってる。何、ちょっと好感度上げ失敗しましたね。本当はここでリュックとイベントしなきゃいけないんですけど、あ、ちょっとやり直しましょう。これは失敗しました。リセットします。どちらでもいい。個人的にはルールも好きなんですけどね。それだけ？ちょっとアルベド語のためにはしょうがないです。さようなら。ということでリュックの薬漬けパートからやり直しましょう。ポーションを大量に買い込んできたので、もう一度リュックをポーション漬けにしていきます。こんだけやれば大丈夫だろうというところで、まあそろそろ、リュックの薬漬けパートを終わりにして、もう一度先ほどのイベントに進みましょう。先は長い。私、シーモア様に会ってきますね。ユーナ、ディスカルのことはグアドの問題だ。お前が気にすることはない。どうで、付き合ってやっか。はい、ちゃんとリュック来ましたね。よかったよかった。ユーナン結婚しないんでしょ。そうみたいだな。君にもチャンスできたね。ここの選択肢は絶対一番下です。お、あたし？いって。じゃ。ふえきみも。はい、プレイ時間にしておよそ2時間ぶりのアルベド語ですね。未編セッション以来のアルベド語が聞けました。このためにリュックの好感度を上げていたんですね。そしてグアドサラムにはこの家にですね、アルベド語の辞書第12巻が落ちていますので、あ、13巻か、13巻が落ちてますので、これも忘れずに拾っておきましょう。まあ、みはやはり学習済みなんですけど、まあ、ここで称号が手に入るんですね。ニュフニョフ派アルベド語、これは流暢なアルベド語なんですが、称号も含めて学習済みなんですね。まあ一見無意味なことをやってるようですが、まあこれが後々聞いてくるので、アルベド語の辞書は必ず集めておきましょう。ということで一行は雷平原までたどり着きました。雷平原でもまあどうせやることはアルベド語の辞書回収ぐらいしかないんですが、雷平原のね、アルベド語の辞書は期間限定なので、これ取り忘れると、まあ後でね、ビーカンデル砂漠まで行かないと取れないことになるので、これは忘れずに回収しておきましょう。雷平原の旅行講師まで来ました。ここで一行は一旦休憩することになるんですが、ここでですね、リュックに話しかけるのを忘れるとアルベド語の辞書回収できなくなってしまうので、ありがとうございます。リュックには忘れずに話しかけるようにしましょう。おい、言うならしくないわね。そんなに怖いのか。うん、子供の頃、海で遊んでたら魔物に襲われたんだよ。一緒にいた兄貴が魔法で倒そうとしたけど、兄貴ったら慌てて私に魔法をぶつけてさ、サンダーの魔法でビャ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 って、うひゃー、あの時から雷ダメだ。でも有効な戦法ではあるわね。水中に現れる魔物は魔法攻撃に弱いから。あ、
兄貴もそう言ってた。あんたたちも覚えたら。無理みたいね。これはこれは、皆さん、我が旅行講師にようこそ。おや？し、うん、はい、ここで現れるリンに話しかけます。アルベド語の勉強はいかがですか？まあまあを選ぶと、アルベド語の辞書14巻がもらえます。ではさらなる進歩のためにこの本を差し上げましょう。まあこれも毎回ですが、これももうすでに学習済みのアルベド語ですね。あの方、もしやアーロンさんでは？やはりそうですか。未変街道店でお見かけして以来気になっていたのですよ。アーロンさん、ご記憶にないでしょうか。あれは10年前、ブラスカ様の凪節の初めです。ああ、世話になったな。いえいえ、重傷を負われた方を放ってはおけません。それにしても、翌朝あなたの姿が消えていた時は驚かされました。常人ならば歩けないほどの傷でしたのに。悪いが、その話はやめてくれ。かしこまりました。はい、ということで雷平原まで来たんでね、まあちょっと企画の趣旨とは違うんですけど、まあちょっと雷平原に来たら私は必ずやることにしている雷よけにお付き合いください。はい、ということでサクッと200回雷よけしてきました。ここでね、雷よけしておくと後々の攻略難易度がちょっと違うような気がするんですよね。まあここでちょっと雷のね、すべてを読んでおくと、何回よけたのかな、218回よけましたね。あ、違う、212回か。連続212よけました。まあ200だとぴったりだとちょっと心配なんで、いつも多めによけてます。で、ここでプレゼントもらえるんですけど、まあ通常プレイでもね、ここで雷よけをしておくと攻撃力スフィアが3つもらえたりとか、まああと HP スフィアとかもね、いろんな強力なアイテムがもらえるので、まあここで雷よけしておくの結構おすすめです。はい、この50回のね、連続回避の攻撃力スフィア3個が超強力なんですよね。これ結構ゲームバランス崩壊するぐらいの力があるんじゃないかなと個人的には思ってます。で、まあこの先の100回150回200回はまあ正直どうでもいいんですけど、まあ50回連続で避けたら、まあここまでやっちゃおうっていう、まあそのぐらいの気持ちですね。はい、ということで火星の星印を手に入れました。まあこれは企画の趣旨とは全く関係ないですね。あまりにもこの辺りにアルベド人がいないので、まあちょっと横道にそれてしまいました。ここでストーリーをまた20分ぐらいすっ飛ばして、マカラーニャの森の奥地に来ました。ここのまた見えないところにアルベド語の辞書が落ちていて、はい、ここで湯を回収できます。未変セッション以来の新しいアルベド語ですね。でね、このイベントも T だとジェクトの親子関係が明らかにされるものすごくいいイベントなんですけど、まあちょっとアルベド語には関係ないのでカットしちゃいましょう。アーロンさん、すぐに済む。マカラーニャ湖まで来ると、ここにアルベド語の辞書第16巻が落ちています。これはラーリーを学べるんですけど、あ、これも意味ないですね。そしてここでアルベド語ポナポナになりました。ポナポナはペラペラなんですけど、これは今まで見たことないパ行なんですね。ここでペを学習することができました。この企画はとにかくパ行にたどり着けないので、パ行が出てくるとめちゃくちゃ嬉しいですね。そしてマカラーニャ寺院の方へ進むとイベントが始まります。ここでアルベド語が出てくるんですが、生きたアルベド語が出てくるのはなんと未変街道以来ですね。早くにお返事をいただけるとは、全くもって予想外の出来事。何も告げずに留守にしたこと、シモア様に成り代わり。それはいいんです。あの、一つ聞きたいことが。何なりと？私、結婚しても旅を続けたいんです。
シーモア老師は許してくださるでしょうか。それはもう、シーモア様もそのつもりでいらっしゃいます。行ってきます。さて、グアドのしきたりがありましてな、皆様はもう少しだけここでお待ちください。ほどなく迎えをよこしますゆえ。あの、ガードはいつでも召喚士の味方だ。好きなようにやってみろ。はい。悪かったな。ん？お前のセリフだった。ユナ！了解っす。あー、アルベド族だ。ということで、念願のアルベド族が登場しました。早速向かってみましょう。任せろ。かたじけない。ユーナ様、デーック、ギャヤヌハヌ、ユダワミセが邪魔するならこいつが相手だと言ってますね。まあ、これは全部知ってるアルベド語です。魔法か召喚獣くん、空気寄れせたうげ。封じ込めてやるゼーの、ゼーが初出のひらがなですね。いやー、生きたアルベド語から回収できるのは未変街道でリンに話しかけてもらった時以来ですかね。いやー、この瞬間がフィールドワークやっててよかったと思う瞬間ですね。気持ちいい。まあバトルはどうでもいいんで飛ばしちゃいましょう。ユーナ様、デーック、トタケシ、耳打てるアナハ。親父に言いつけるからなですけど、なんか三下みたいなこと言ってますね。マサキ、ユーナをガードし、ハッサーナ。これもうここまで集めた辞書だけで完全に解読できちゃってますよね。ユーナマガミギョウツイーハベヤコーアナギャミギョウツ。はい、みんなで守るから大丈夫もうね、結構長いセリフなんですけど、新しい言葉は出てこなかったですね。ゴハスゴキナメネアナハ。濁点の音とかが出てくると結構ドキッとするんですけど、これは学習済みでしたね。でここまででアルベド語の会話は終わりなので、もうこれ以上アルベド語出てこないんですよね。なんでアルベド族で、実はこの後ビーカネル砂漠に行くまで一切アルベド語が登場しないので、まあ一旦この動画はここを釘にして終わりにしましょうか。はい、終わりにする予定だったんですけど、この寺院のね、ここの入り口のところにアルベド族一人いましたね。仲間とはぐれたっすって言ってますけど、あの寺院にはアルベド族がいないもんだと思って、まあちょっとそういう先入観があってこのアルベド族忘れてました。あげるっすって言われて、はした金をもらうことができます。ケチですね。400ギルもらいました。ここのアルベド族ってなんでここに配置されてるのかちょっとよくわかんないんですけど、何かの伏線になってたりするんですかね。ちょっとご存知の方いたらぜひ教えてほしいんですけど、うん、このアルベド族別にここにいなくてもいいような気がするんですよね。寒いっすとか、なんか別に当たり障りのないことしか言わないので、なんであそこにいるんでしょう。はい、まあいずれにしてもこれで本当にビーカネル砂漠までアルベド族はもう一切出てこなくなるので、一旦この動画はここで終わりにしたいと思います。ここまで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。
究極幻想大学では、ファイナルファンタジーを通じた様々なエンタメをお届けしております、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。